おはようございます。今日は HIS の激安ツアーの2日目の朝になります。朝、ここは6時から空いてるんですけれど、6時から開くって書いてあったので6時に来たらもう人がたくさんいました。タイ料理屋っていうか、ほぼタイ料理の朝ごはんメニューです。昨日はね、福岡空港から出るときにすごく遅くなってしまって、着いたのが夕方だったんですけれど、夕方からプロンポンの方に1日、BTS 乗り放題の券をこのツアーについていたので急いで駆け足で取りに行って、それから MBK の方に行って、その間にもいろいろ頼まれたものとかがあったので、今回はもうね、なんかお買い物、人のお買い物、頼まれたお買い物を一生懸命やってくるみたいな1日目でした。今日は2日目の朝で、一応朝タクシー呼んで、タクシーでワットパクナムに行って、ワットパクナムから中華街の方に出て、で中華街のヤワラートの激安市場の方へ行って、それからサヤーム市場の方に行って、ガネーシャのパワースポットに行って、それから、ジェットフェアーズマーケットの方へ行きたいと思います。なのでしっかり朝ごはんを食べてから今日は回りたいと思います。いろいろお土産頼まれたものとかがあって、それを買いながらの、自分のちょっと欲しいものも買いながらの、今回は本当にもうお買い物ツアーになりそうです。ではこれしっかり食べてから、タクシーもグラブで呼んで、ワットパクナム、今話題のワットパクナムの方に行ってみたいと思います。ワットパクナムの入り口にこうどう行きますよみたいなことが書いてあるので、早速中に入っていきます。ここをずっと歩いていきます。オープンは8時からクローズは18時。めっちゃゴージャス。はい、もう一段登ります。すごい、すごすぎる。すごい緑の道具です。すごいガラスの、一周してみます。ちょっと半周してみましたが、今ちょっと思い出したんですけれど、これなんか反対回りに3回回って願い事を言うと願いが叶うらしいです。この緑の仏塔の正面のところにこのようなものが置いてありまして、これを回り方、仏塔に向いて右に回って歩き、3回時計回りに歩きながらお経を唱えます。そうすると願い事が叶うそうですよ。緑のある仏塔がここの中でした。でその横に、本当の横にあります。めっちゃ大きいのでカメラに入りきりませんね。なんかこれを建てるときにスノーマンのなんか全員の名前がここ書かれてるっていう話ですが、この中にあるのかしら。タイ語だから全然わからない。下の方が見えてきたけど、かなり後ろに行かないと見えない。市が入り口になってるのかな。船が置いてある。こちらから見ると、あ、こっちから見てもすごい大きいです。
私と比べましてもこんな感じで、めっちゃ大きいのです。人間があんなちっちゃい、あんなに大きいです。前にはなんかお店があって、お供えするものも置いてある。ワットパクナムアシチアローンバンコクって書いてある。スカートもあるよ。ゾウさんのほら、あ、違う、スカートじゃない。なんかシワシワ加工してる。ジャスミンの花とかがある。あ、またあった。ほら、またあった。お、すごい、こう真っ赤。ほら、わ、すごい。何色なんやろね。味の想像がつかない。お腹もいっぱい入ってある。カレーの匂いがする。綺麗な布、ビーズがしっかり刺繍してある。細かい刺繍。すごい綺麗。スーパーセールって書いてある。100バーツ、超安い。あ、子供用もある。かわいい、かわいい。あ、すごい、装飾、宝飾がめっちゃすごい。腕につけるのやら、耳につけるのやら、爪につけるのやら、いっぱい。こんなキラキラの靴誰が履くんやろ。ワンカ
Ramro, levanta, Ramro. すごい、この衣装。すごい、このレースがすごい細かい、レースが。これシルクだって、まあ、どういう意味なのかがちょっとわからない。メーターでの金額なのか。ずっと向こうまで同じようにキレラさんが続いています。この刺繍もめっちゃ綺麗、すごい、すごい、すごい。あ、レースがいっぱい。このモレもよく見るとお花の刺繍がされてる。これもすごい、お花がいっぱいついてるレース。あ、こんな感じで作るんですね。インディアンマーケットからあの壁画が目印になっているここの半橋まで来たので、この半橋のところから三辺レーンまで向こうから歩いて行ってみたいと思います。めちゃくちゃ道が狭い。これ65バーツなのかしら。これが売ってる。歯切れみたいなのも可愛い、歯切れが。ここはボタンがいっぱい。はい、ボタンとかなんかお洋服の飾りみたいなのがいっぱい。このフリルもいっぱい。仕事用のお洋服とかもあるし。普通のお寝巻きみたいなのもあるし、これは何やろう、なんかの紐、紐がいっぱい、紐屋さんだ。紐と、ここはワッペン、お茶屋さんもある。なんかすごい派手な、なんか髪留めみたいなの、髪留めみたいなの、かんざしみたいなのもある。すごい、これトマト、両方にお店がぎっしり。屋根があるからまだ行けるけど、ここは造花屋さん、かわいらしい造花がいっぱい、いろんな。わ、ここめっちゃ大きな造花が。お部屋のディスプレイというよりもなんかどっかホテルとか大きい催し場みたいなのに使うやつかな。
このカゴめっちゃかわいい。すごい。かわいい。この刺繍のバッグ。とてもかわいい。カゴのバッグ、大きさもいろいろで、可愛らしいおしゃれなバッグもある。ここは何だろう、靴下が置いてある。靴下にエプロンに雑貨小物。ここはお洋服。あ、すごいこれ、メガネかけるやつかな、マスクするやつかな。1個10バーツってこと？何個か買ったら安くなるの？ここにも路地があって、向こう側にもお店がずっと続いて、反対側にもずっとお店が続いてるので、まっすぐ行きます。10バーツとか5バーツとかめっちゃ安い。人が多すぎて。あ、これ80バーツキティちゃんのスリッパ。いつも来てる三辺レーンのいつものところ、この美味しそうなイカ焼きとかがあるここから曲がります。こっちも多い、人が人で商品が見えない。ここはヘアケア、カツラ屋さん。バッグとかポーチとか、これは100バーツ。ブレスレットも200バーツとか。あ、かわいい。髪の毛につけるやつがいっぱい。蝶々がかわいい。ひまわりが夏っぽいお花が出てきてる。ディスプレイ用の。ここは20バーツ。あ、またかわいいキティちゃんとかの。5バーツ、12個で5バーツ。いや、20円ってこと？20円ですね。ここにいつも薄い干してた。お寺さんがあります。エビが、干しエビがめっちゃいっぱい。ここは干したスルメ。今度は向こうの食材の方の市場に行ってみたいと思います。ここ渡らなきゃいけない。いつも来てるこの三分間の市場でした。三分レーンの前を渡ってきて、こっち側の食品の卸屋さんの方に来ました。ドリアンがすごい匂い。先月来たばっかりですけど、あ、まだこの干し柿が売ってある。美味しそう。干し柿が100バーツだって。この前買ったお茶屋さん、
中華料理の食材がいっぱい。おまんじゅうがめっちゃ美味しそう。すごい美味しそう。人が多くて。安排的多少呀？こっちのお茶屋さん、菊の花とかジャスミンティーとかプーアル茶とか年代物のものもある。これはおかず。食材がいっぱい、お菓子とかもいっぱい。こっちもお茶屋さん。菊の花のお茶が140バーツ、バラのお花が150バーツ。不思議な食材もいっぱい。ゆうちゃん、30バーツだって。今日バラバラに女子旅やってまして、先に来てこんなのを頼んでましたが、私お腹いっぱいで食べれないので。こちらのデザートにしたら、これはこれでめっちゃ大きいです。今から頑張って食べます。チャイナタウンをずっと歩いてきて、やっとチャイナタウンからワットマン公園駅に出る途中のところの、香港というか中華系のお店、ヤムチャの店なんですけど、ここ店内が可愛らしくて写真を撮るのにもすごくいいということなんですけど、人数が少ないとね、いい場所は撮れないので、まあやっとこの席をゲットできました。でこのスイーツをお願いしてみましたが、どんな感じだろう。かき氷みたい。めっちゃかき氷。いちじくのゼリーって書いてあったけど、いちじくの味はする。それとこれの3軒隣ぐらいに杏仁茶のお店がありました。これも買ってきましたが、どうだろう、ちょっと飲んでみます。これ杏仁茶めっちゃ美味しいというものじゃないけど、杏仁豆腐の味がする。甘くもなく、なんかさらっとしてて飲みやすいです。この暑い時に水分補給するにはね、バッチリだと思います。ちょっと店内ね、狭いので動画を撮ってると注目の的になるので、一旦切って食べてしまって次のところへ移動します。あまりに近すぎてワットマン公園に到着しました。8時から5時まで。すごいきらびやかな。前来た時はこうなんか工事があってて中に入れなかったんですけど、中に入れはしたんですけれど、こんな立派なこう通路じゃなかったんですが、今回はすごい立派な、すごい龍の。これだとあんな感じになるんですかね。前来た時はここの道が通れずに横から入っていった感じでしたけど、そうだそうだ、前はあっちの細い路地を通ってきました。す
はい、お供えも山のように積んである。人が多いけれどすごいきらびやか。お参りの仕方がちょっといまいちわからないんですけど、横に来るとまたいつらも、人がいっぱいで中に入れない。なんか不思議なピンクのなんかベールが、ピンクのベールがかぶさってる。なんか不思議。真好看，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 真好看。MRT のサイアム駅からサイアムミッドタウンまでの連絡通路がなんか素晴らしい通路があるので見てきた方がいいっていうことを聞いたのでやってきました。びっくりしました。なんかね、こんな感じです。今ここなんて書いてるか全然わかんないんですけど、この通路まっすぐ行ってミッドタウンの方へ行ってみたいと思います。駅から歩いてきたらこんな感じ。これあのカメラが歪んでるんじゃなくて、こういうなんか湾曲になった壁になってます。こんな感じ、なんか異空間の中を歩いているような感じです。打ちっぱなしのコンクリートで、下になんか模様があって矢印があっちこっちの矢印がついていて、ここでなんか写真を撮る人も多いらしいです。面白い作り、ずっと向こうまで続いてます。なんか下に番号が書いてあるけど、子供が遊ぶにもいい感じですよね。これはギリ口のところにビッグシーのスーパーマーケットがあって、こちら側なんかマーケットになってます。ネイル屋さんもある。めっちゃ上品なネイル、すごい上品。お洋服もなんかすごいおしゃれな感じ。ピアスとかもすごいなんかおしゃれ。お洋服もおしゃれだ、下着とかも売ってる。こっちは食べ物、このなんかそうめんみたいなの気になるけど、なんか甘いスイーツらしいです。これをクレープに挟んで食べるとか。すごい、あったい。
うん、これなんだろう。甘納豆。めっちゃ美味しそう。ジュースも美味しそう。これはカレーかな。すごい似たぎってる。狭山駅からここの狭山マーケットにやってきました。いろんな狭山マーケット、バンコクのプレミアムマーケットって書いてある。こっちから行くかな。お花がいっぱい。お花が聖火ですよ、これ。ここお参りするものがいっぱい。ここはお菓子。なんか美味しそう、なんかふわふわのパンケーキみたい。これもタイのよく見るお菓子。美味しそう。ここは何だろう、なんか練り物かな。ここお魚。なんか面白い形にパッキングされてある。お土産に良さそうな箱入りのお菓子がいっぱい入ってる。このカステラなんかすごく美味しそう。食材なんか魚の並べ方がなんか面白い。なんていう野菜なんだろう。不思議なお野菜があったり、見慣れたようなお野菜があったり、なんか新鮮で綺麗。なんかお野菜がツヤツヤしてる。偽物みたいにツヤツヤしてる。こっちのゾーンは果物の屋さん。ぶどうが美味しそう。ライチも美味しそう。ビワもすごい美味しそう。マンゴーがすごい綺麗。チョンプーも130バーツ。ビワ食べたい。今が旬みたいですね。この辺はなんか水がすごい。水がすごいというか、水がすごいよね。エビ。エビがいっぱい、あ、ちょっと転びそう。水がびしゃびしゃで転びそう。この辺もお野菜、なんか新鮮な感じ。唐辛子もすごい量。かわいいナスビがある。トマトもすごい大きい。ちっちゃいトマトから大きなトマトまで。これは何だろう。これはお肉。中華料理の具材に入ってるような感じなものがいっぱい。ご飯食べるところもいっぱいある。お弁当が40バーツとか65バーツで売ってる。メニューもお写真になってるので分かりやすいかな。ここは子供のおもちゃのような。日本のお菓子もいっぱい。陳さんって書いてある。中華かな。あ、美味しそう。これもちょっとずつ売ってくれるみたい。ここはカニのマークだから、カニ。カニでしょうかね。カニを揚げてあるやつ。なんかテレビとかでいっぱい紹介されました的なものが貼ってあります。ここはマンゴースイーツかな。マンゴーのステッキライスとかが置いてある。ここは生ジュース屋さん。すごい美味しそうなジュース。絞りたてジュースがもう絞って入れてある。遅いって書いてあるから豆乳かと思いきや、お豆。でもこのお豆がガラスから飛び出てるのはなんかどうなんだろう。豆乳屋さんですね。豆腐って書いてある。ここはおしゃれなスイーツ屋さん。パンもあるし、クッキーとかもすごいおしゃれ。ここはコーヒー。
おしゃれなドリンクもいろいろ。MRT のサムヤン駅を降りてすぐのところに素敵なお寺がありますので、今からそちらに行きます。向こうにもあるんですけど、こちら側から先に行きます。木彫りのオブジェが、下とかで流れてる生まれたような洋食をここで流して、あの水の上に流すんですけれど、生まれた曜日で色が違います。私はちなみに火曜日なのでピンクなんですけれど、こちらを購入してここで火をつけて、ではします。こちらの速度がゆっくりと水の上を回っていきます。人がろうそくつけてくれるといい感じです。この上にお参りする綺麗なところがあったんですけれど、40番40番柱があって、この上に上がっていきます。すごい、すごく綺麗、めちゃくちゃ綺麗。
MRT のこちらの駅の4番出口から出てすぐのところにパワースポットで有名な地元の人だけが知ってるって言われるガネーシャ像があります。そちらに行ってみたいと思います。すぐ着きます。 MRT 4番出口から道なりに進みます。まっすぐ進んでくるとこちらにガネーシャ社員っていうのがあります。こちらです。ガネーシャの中は撮影禁止らしいので外側からちょっと撮ります。ここでというか向こうでなんかお供え物を買ってここにお供えをしてあちらのガネーシャ様にあげるんですけれど、ガネーシャ、大きなガネーシャ様がいますけど、その横にちっちゃなあのネックレスがいっぱいかかってわかんないけど、ネズミさんがいます。そのネズミさんの片方の耳を閉じてお願い事を言います。直接ガネーシャ様にお願い事をしないように。もう地元の方たちにとても人気なパワースポットです。で中にはいろいろ買い物するものもあるんですけど、中にはシヴァ像お参りするところがあって、いろんなものを購入することもできます。みんな片方の耳を押さえてお参りをしてますね。こちらに私も買いましたけど、ガネーシャのペンドンとかも売っています。あ、もうなんかごった返してめっちゃ人がいて。お土産のあのネズミさんの置物とかもいっぱい置いてあります。対側から見るとこんな感じ、大きな交差点の角のところです。ちょうど角のところにあります。なんかお供え物もいっぱいあるし、もうあんな感じで立派なお供えを皆さんされます。ろうそくも黒いろうそくを持っていかれて、
80バーツ。今ちょっと気づいたんですけど、ここ道がずっと斜めになっていて、ぐるぐる螺旋階段みたいに上がっていってる。これ上まで行ってもなんか下がるエスカレーターが動いてない。わかりますかね、これ今下がってるんですけど、ちょっとまた元のところに戻ります。